はい、今日はですね、あのもつ鍋、このもつ鍋なんかあのなんか誕生日かなんかよなんかで当たったやつなんですけど、これをちょっといただきに司令官とあのお邪魔しました。これちょっとね添加物入ってるんですけど、まあ、ご愛嬌ということで、ちょっとじゃあちょっと開けてもらってもいいですか。ちょっとビール飲んでます。あの住居などをちょっと提供していただいて、司令官のお金払うという、ありがとうございます。もつ鍋作り方ワオってなってる。あ、麺もあるじゃん。麺うまそう。最後に入れるのかな、これは。あとこのもつ鍋の唐辛子とか、冷たいやつか、これ冷やすやつか。もつとスープと、楽しみです。これはいいんじゃないでしょうか。もうすでにね、楽天地さんすでにもうあのキャベツは切ってるという。ちょっと作っていただきたいと思います。これからあとニラもカットされてるんで、あ、豆腐、これ肌ののあのあそこの豆腐、まさかこの肌のの有名なこのあのお水があるところなんですか。あ、これすごい、何この豆腐、柔らか豆腐、朝一番めっちゃうまそう。これ何この形の豆腐、いいんじゃないでしょうか。ありがとうございます、感謝です。はい、開けてこれでタレ入れます。今からタレの味、なるほど、ちょっとした甘みもあって、これ混ぜ混ぜします、ね、美味しそうじゃん。椎茸みたいなの入ってる、何これ、椎茸じゃないんだ。あ、なんかもつの部分、なんかこれちょっと味を染み込ませるわけですね。ちなみにこの水は秦野市のこの汲んでいい水、美味しい水、この豆腐屋さんのお隣のお水だと思います。加熱しますからね、まあ、常温でも飲めないことはないとは思うんですけども、あのなるべく加熱した方がいいかな。はい、ちょっと説明書があったんで説明書通りに作ります。これもう野菜中やってるん で今味付けました。鍋底にキャベツを敷く、その上に2のボウルに入ったスープともつを乗せる、その上にニンニク、唐辛子、お好みで量を乗せるということで、ちょっと乗せていただいてよろしいですか。ここにちょっと唐辛子、ニンニクもお願いします。あとお湯を投入して、
ニラをほぐして山盛りの海苔。でお水を投入します。あ、お湯って書いてあるけどもいいか。でニラを入れます。ごめん落ちちゃった。大丈夫です。豆腐いただきます。これ肌のね多分いいところのやつ。まず素材美味しい。ちょっとタレもあるんで。食べよう。シエガン声出ししてもいいんだろう。あ、そうだよ。だってもうちょっと出てるやん。ちょっと。はい、ちょっとタレかけます。何もかけなくてもうまいよこれマジで。美味しいね。濃厚だねこれ、はい。優しい味するね本当に。はい。大豆のそのまま。めっちゃかけちゃった。あれこれどうしよう。シエカン、はい、あ、ありがとう。何もかけなくても十分美味しい、はい、余ったら渡して。はい、ちょこっとでいい。いただきます。あ、本当にちょびっとでいい。じゃあ、はい、はい、うん。あ、かけたらまた美味しいよ。あ、ちょっと出汁が効いてるね、はい、うん、出汁の醤油みたい。出汁の、うん、いい味じゃん。うん、めっちゃうまいけどマジで、ね、うまいですよこれ、うん、大豆のちゃんとした味を感じる、うん、これ食べたらあの筋トレしたくなっちゃう。あ、タンパク質だから、はい、そっか、プロテイン。だから今俺プロテインやってたの。あ、それか、うん、美味しいな、このトウ。そう、はい、いや、これ美味しいわ、本当、うんうん、ダンベルさん持ち上げたんだけどさ、今ちょっと今、うんうん、寒いからさ、今ちょっと外が危険だから、ちょっとまず腹筋からにしてた。いや、これ美味しいわ。美味しい。うん。やっぱ、すごい。うん、でも、みんなで食べるのが一番美味しいね。そうですよ。それが言いたかった。一人で食べるのが一番ないな。もともと美味しいものをみんなで食べれば。そうなんや。そう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 。一人で食べてる自然からみんなで食べても美味しいです。うん。つくづくも。ありがとうございます。わざわざね、買ってきていただいて。ね、ありがたいですよ。いや、せっかく肌のにいるならやっぱり。そうです、ね、ありがとうございます。そうですね、やっぱ肌のというのは、ね、俺だったら買いに行かないからね。ああそうなの。でこれだって多分高いよ。これ3400円ぐらいするでしょ。そんな分かりました。はい、これはね、あの司令官がスポンサーだから買っていただいて、はい、買っていただいてというかお金出して 量が分かんないんだけど、どれくらいね。あ、この全部で。ああ、はい、高いね結構ね。取りにしてはそれだけいいやつだもん。いいやつだね、うん。あ、普通のスーパーじゃ売ってないと思う。多分肌のほら水もいいしさ、はい、やっぱり大豆もあれだけ水だよな、はい、うん、そう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 、うん、これ美味しい。この新しい豆腐、あのさっきのお店の、あ、意外と柔らかいと思ったらちょっと固めな、木綿と絹と中間らしいみたいな。うん、しっかりした感じの。そういう大豆がね詰まってる感じがする。おいしい。いい感じ。かわいい。大さじ1でお願いします。大さじ1なんです。大さじ1。あ、おいしい。しっかりして、うん、こっちの味、あれだね、なんかしっかりして、ギュッとした感じです、うん、ギュッとして美味しい。冷ややっこに、やっぱり、うん、うん、すごいね、プロテインだね。天然のプロテイン、うん、大豆祭りだ。ありがとうございます、本当に。わざわざ買ってきていただいて。いや、大豆祭りだよ。司令官が岡谷で、うん、違う、松本の酒屋さんで買った神の泉っていう純米酒。名前がいいか。名前が珍しくていいということで買ってきていただきました。ちょっと冷凍庫で冷やして
冷や常温、あ、常温でもいけんだ。うん、常温でもなんかちょっと入れました。いただきます。常温でも缶でもいける。一回写真撮ろう。缶酒もいける。はい、いただきます。うん、これは甘いの？ちょっと自分飲めないか分かんないけど、お酒。そうだね、なんか甘めで、まあ濃厚、うん、のコクがあって甘めみたいな感じ、うん、まあ岡谷のはね、あれは 辛口なのかな、缶、うん、の酒は、うん、工程はね、キリッとしてたね、うん、確か、うん、すごいなんかもう抜けていく感じっていうか、スパ酒らしいって見るよね、岡谷の酒はね、はい、うん、普段も全く飲まない、全く飲めないんです、うん、ありがとうございます。ちょっと、うん、常温でもあれじゃん、熱かんでもいけって感じ。あの顔ちっちゃんで、はい、はい、わーすごい、お、美味しそう。あ、いい匂い。あ、いいね、匂いが、うん、うん、あったまりそうな、いい匂いが、いい感じです。お、いっぱいお豆腐入ってる。いい匂いするよ、ほら。いいね。ニラと豆腐。いい匂い。あ、いい匂いする。なんか温まりそうな、うん、いい匂いする。うん。うん、はい、よそいました。ちょっと、いただきます。ちょっと辛い。うまそう、めっちゃ。ニンニクがいい感じに。うん。持つ。辛いの避けて。熱いやつ。結構熱々だね。はい。結構熱々。ちょっと止めてじゃあ。あ、これ。いただきます。うん、うん、ちょっとピリ辛で美味しい。ピリ辛で結構いいや、寒いね、これ冬場合。プース温まるね。はい、いいお出汁や、うん、醤油、うん、あんま食わないからな、もういただかないからな、もつ鍋とかなかなかないですよ、うん、うん、ご飯もうまい、うん、炊き方ちょうどいい今日はうまっ。新米固さ加減です。でも美味しいよ。はい。お米美味しい。うん。いい塩梅。はい。お豆腐、あの。お豆腐も美味しいね。うん。うん、あったかいバージョン。はい。あったかいのも美味しい。うん。あったかくてもいけます。ね、味が染みてて。うん。美味しく染みてて。はい。いいね、この豆腐屋さん。うん。はい。あ。うん。なんか熱々の方が柔らかくなるね、豆腐。そうね、熱々の方が。なんか生で食うと木綿っぽいかったけど、なんか絹っぽい感じが増えてきます。うん、ね、あの、うん、熱通すと絹っぽさが絹っぽくなってる。木綿って熱通すともっと硬くなる感じしますよね。ね、なんか逆なんだけどなんか。うん。うん、みんなでお鍋食べると美味しいね。美味しいです。みんなで食べると美味しい。鍋パーティー、もつ鍋パーティー。あれ聞いた、さっきも聞いたから。やっぱりみんなで食べて美味しい。普段みんな一人ですもんね。そうなんや。あ、普段一人だね。普段一人者同士が。温まります。やっぱりね、同じもの食べててもね、みんな大勢でも美味しいよ。うん、麺入れます。そうだね、なんか、温めないとあれだね。いいのか。あ、でもなんかね、すぐに火が通りそうな感じの麺だ。これうどん？あ、違うか、うどんじゃねえか、太麺なのか。ラーメン、ラーメン、はい。え、ちょっと蓋する？どうする？蓋します。なんで消えてんの火が。あれ
キーが消えちゃったんだけど。ついてる？あれ？なんで消えてるのかな？あれ？ガスないですか？もしかして。あ、ついた。はい、ちょっと麺をちょっといただきます。うん、ちょうどいい。いいわ。いいでしょ。伸びない程度で。うん、うん、ありがとう、はい。伸びない程度で。うん。これじゃ伸びちゃう、ね。正解。うん。ちょうどいい。うん、ちょうどいいか逆にまだちょっと柔らかいかもしれない。うんうん。ブツブツしてましたもんね。ああ、そうね。ちょっと柔らかいかも。うん、確かに、うん。よかった。ありがとうございます。ちょっと火が。すみません、なんか、勝手に襲いやがって文句言っちゃって申し訳ないです。そうだね。ちょっと、確かに、ちょっと柔らかい。でもいいぐらい。柔らかくてもいいじゃん。うん、まあ、鍋の後の、うん。うん。いい感じで、ありがとうございます。神明さん、田中のとんづけ。とんづけ多いね、本当に。うん。とんづけ多いね。田中さん。原材料名も。もうほぼ無添加みたいな感じだと思います。調味料とか書いてある。すいませんね。すごい。でも20日は持つんです。すごいですね。結構持つね。はい、持ちます。すごいね。味噌漬けだと。うん、なんか最初の頃と後の方でやっぱ味とかも変わるかもね。味が染みるんじゃない。ね、そういうのあるかもしれない。うん、最後の方が美味しいかもね、染みてね、より熟成、ま、前バターコーンナッツ、バターコーンかぼちゃ、バターナッツかぼちゃ、バターナッツかぼちゃのプリンだったんだけど、今日はナルト金時のプリンです。いただきます。ちょっと顔つっちゃうかもしれない。ちょっと待って、スプーンにいただきます。カポ出したっけ？出した。種植えるとき。あ、甘くて美味しい。種。うん。すごいね、これね。ね。俺絶対作られないね、これ。うん、美味しい。スライムピンっていうのがすごい。お肉いい感じや。もうちょっとかな。大丈夫さん、田中商店さんの豚漬けいただきます。うん、うまい。美味しい。田中商店の。美味しいね。田中商店だ。田中さんの美味しい。とんづけ、相模みえさん。なんかね、味噌が濃厚だ。うん、うん、味噌が。美味しいね。うん、なんかこの間食べてないんだけど、この間より美味しい感じの不思議なんだけど。酔ってんのかな。酔ってます。酔ってんのかな。この間食べてないんだけど、この間より美味しいっていうのは。酔ってますよ、それ。でも、なんか、でも嬉しくも感じますね、逆に。うん、そういうふうな感想をいただけるっていうのは。なんかね、映るんだよね、なんかね、飲んでなくてもね。ないそういうの。司令官の共感力ですね。うん。なんかあるよね、飲み会とかで。うん、自分飲んでないのに、なんか酔っ払ってくるときない。なんかでも、わかります。なんか飲む前から、そうなんよ。飲む前からなんか酔った感じみたいな。ね。はい。さすがジョーカーだ。うん、あ、違うか。ジョーカー。意味がよくわかんないです。ババ抜きです。あ、ジョーカーね、最後ジョーカーで。ジョーカーね。ババ抜きで負けた、最後ジョーカー引いちゃったっていう。ルールがわけがないし、言ってることわけがない。言ってること結構シンプルに言ってます。今日は、あ、ジョーカー出すぞ、これ。違うジョーカーでした。ドゲンカ先生いかん。東国原知事が出てきました。平成の名言化せんといかん。お願いします。あ、でもなんか結構ね、いただきやすいっていうか、そうね、なんかしかも柔らかくない、結構やばいですよね。で、本当に前よりちょっと薄めの、前のだいぶステーキみたいな厚切りの感じのこれは薄めの、うん、はい、
シェイカン前回より美味しいって言ってるけど、はい、すみません、言いました。俺もでも、ちょっとそんな感じもするかもしれない。みんなで食べてるっていうのはあるかもしれないですけど、不思議な、前回食べてなんか、ごめん、さっき前回食べた気分になってました。なんか3人っていいですよ。やばい。前回食べた気分になってる、ね。柔らかくて、味噌はなんか濃厚。そうなの、美味しい、うん。前回も美味しかったけど、うん、前回も美味しかった。あ、前回もしかしたら、前回も美味しかったじゃない。見えた、美味しそうに見えたんです。なんか今回のがなんか美味しい感じがします。なんか別にね、幽霊つけるわけじゃないですけど、うん、ありがとうございます。いや美味しくよかった。ちょっと一部あれだね、会話がおかしいね、司令官。一滴も飲んでないのに正直多分僕一番飲んでるかもしれないけど、はあ、僕一番飲んでるかもしれないですけどでも結構僕酔っ払ってるけれども、僕の酔いが映っちゃったのかもしれない。ね、なんかね、服もね。もしかしたら。服も汚してるしね。俺結構顔に出ないから、うん、酔っ払ってるように見えないですね。確かに色が全然、うん、よく言われるんですけど、結構酔ってるよ、ね。色白の人って割と顔に出やすいイメージありますけど、うん、でもそれでも全然。そうそう、逆になんか真っ青になるっていうか。うんうん、司令官共感力あるから、そうだね、俺の吸収しちゃってるのかもしれない。そうだね、うん、いつも一緒にいる、まあ、心は。そうだね。はい。そうだね。前回食べた気が映ってるかもしれない、はい。前回食べてないけど食べたっていうのがね。そう、映ったよね。映ったかもしれない。はい。うん、一心同体。ありがとうございます。一心伝心でございます。一心伝心です。はい。